禅宗の一つ曹洞宗長楽寺住職の足立瑞樹でございます。黒豆の有名な丹波篠山からやってまいりました。私は大学時代落語研究会に所属しておりまして、漫才や落語をしておりました。永平寺から帰りました後、その経験を生かしまして、現在は落語と法話を織り交ぜて、病院や老人会、また東日本大震災復興事業に参加いたしまして、お話をさせていただいております。法話は参加する皆様、聞いていただく皆様と一緒に勉強をする場所だというふうに思っております。ぜひ皆様と楽しい時間を作りたいというふうに思っております。当日はどうぞよろしくお願いいたします。